はい、どうもこんにちは、スパイクマイスターの小平です。こちらが新しくなったキングアルティメット HGAG です。価格は 22,000円、重量は 196g です。でこのキングアルティメットの主な着用選手は日本代表の堂安律選手です。今回のキングアルティメットはアッパーに最新素材が取り入れられて大きく進化したんで、その特徴とかポイントを詳しくレビューしていきたいと思います。それではやっていきましょう。はい、というわけで履いていきました。今回ホワイトのアッパーでブルーのホームストリップで、差し色にオレンジが採用されてるっていうねカラーリングです。まあ、足入れとしてはスムーズに履けます。こうやってもう足入れてもらって履き口持ってスーですね、履きやすいですね。前作と比べてもフィット感は良くなってます。うん、あー、いい感じだ。で適度な薄さもあって、もうすんなりとフィットしてきますね足に。履き口周りもスッキリで、特に緩さとかもなく、かかとの安定感もまあ上々って感じで、ニットがね気持ちいいですね。この甲のところのニットがピターッと足の甲に沿ってジャストフィットしてくれて、でアッパーは柔らかいって感じ。うん、あと軽いんですよね今回。 HGAG モデルのトップモデルで 200g 切る軽さ実現してきてるんで、そこもいい感じですね。で、まあファーストインプレッションはこんな感じで、それではここから詳しいレビューに突入していきます。というわけで、プーマのキングといえばペレとかマラドーナとか、まあ、数々の名選手が着用してきたシリーズで、いわゆる天然皮革を採用したフィッティングスパイクというイメージが強いと思います。その中、今回のキングアルティメットはアッパーの素材に最新の合成繊維アッパーを採用しているのが特徴です。薄くて軽くて柔らかな不織布っていうね繊維をベースにしつつ、表面にコーティングを施した軽ベターアッパーっていうものが採用されています。まあ、カンガレザーとか従来の天然皮革はこのフィット感とか足なじみがまあいい反面、長く使っていくとアッパーが伸びすぎてちょっとこう緩くなったりとか、またその緩さが足ブレの原因になったりとか、あとやっぱねこう耐久性も低めだったりとか、であとは雨の日とかは水を吸いやすかったりとかっていうところも、まあそういったねちょっとしたこう弱点も天然皮革のアッパーにはあったりします。でこのキングアルティメットに採用されているこの軽ベターアッパーっていうのは、まあ人工皮革が持つこの耐久性とか耐水性、そしてあとはこの天然皮革よりも丈夫で、さらにこの補形性というところもしっかりありながら、まあ、天然皮革のような柔らかさも合わせ持った新しい素材になってます。で実際ね、新品の時のアッパーのソフトさっていうのは上々の感触 でそこからこう何度も履いていくうちに徐々にこのアッパーが足に馴染んでくれるっていう感触もあって、でもねこう柔らかすぎないというか、馴染みすぎないっていうところがあるんで、まあねこう激しいプレーの時にも足がずれることっていうのは、まあ、比較的少なくて、まあ、そういったねこのフィット感の持続力っていうところも、まあ、一つポイントになってますし、あとはね雨の日でもガンガン使えるとか、使用後の手入れも楽みたいなところもねあるんで、簡単に言うと天然皮革と人工皮革のこのいいとこ取りをしたような、アッパーの素材になってます。でその軽ベタアッパーが足全体にこのピタッと沿うように心地よくフィットしつつ、甲のところは一体型のニットでジャストにフィットするっていう履き心地です。まあ、前作と比べてもこのフィット感とか履きやすさ、あとは軽さとか、まあ、もろもろ今作の方がもう優れてるっていうのは間違いないです。でドリブルの時とか、まあ、ボールタッチ感に関して言うと、この軽ベタアッパーは表面がこうツルッとした質感になってます。そのままだとこのボールタッチした時にこう滑っちゃったりとか、ボールがスリップしてしまうかもしれないというところで、アッパーの表面には独特な模様のテクスチャー加工が採用されてます。インサイドエリアはまあドット状のテクスチャーで、前足部エリアは六角形模様のテクスチャーですね。まあね、実際のところこのボールに対しての引っかかりとかっていうところが、まあ、めちゃくちゃすごいとかは、まあ、特になかったんですけども、もしもねこのテクスチャー加工がなかったとしたら、もう、まあ、アッパー表面でかなりツルツルしまくってたっていうのはね、まあ、容易に想像できますし、まあ、こういうね細かなテクスチャー加工が採用できてるってところも、アッパーの素材が天然皮革ではなくて軽ベタアッパーになったことっていうところが関与してるってところはね間違いないので、ここもキングアルティメットの一つのポイントだと思います。まあね、基本的にはボールタッチの感触っていうのはいいです。で前作の時はもうとにかくアッパーが分厚かったです。でそれによってちょっとこうしなやかさとか、ボールタッチの柔軟さとかっていうのはちょっとイマイチだったんですけども、まあ、今作に関してはアッパーが薄くなって、でそれがピタッとフィットしている状態でボールに対して接触タッチできるんで、こうより素足に近いようなボールタッチの感覚になったなっていう感触でした。
で前作のこのキングプラチナム21のその前のやつのキングプラチナムってやつね、あのスパイクのボールタッチ感覚とかフィッティングとか、履き心地が好きだった人っていうのは今回のキングアルティメットは結構マッチしやすいんじゃないかなっていう印象は受けました。あとやっぱ蹴り心地に関してもあのインステップのこの甲の部分のエボニットとかが快適にフィットしている状態でボールに対してインパクトできるんで、うん、あのインステップのキックだったりとかってフィードキック、あとはシュートを蹴る時の感触としても、まあ大きな違和感はなかったです。うわあ、ドブねー、耐えた。あとは FGAG ソールを搭載したトップモデルについても解説していきたいと思います。こちらの価格は 24,200 円、重量は約 208g です。 FGAG ソールについてはあの新型ですね、中足部には補強のプレートがあるっていうところと、前足部は比較的屈曲性を重視した設計なのがポイントです。あとはスタッドは全部丸型なんで、全方位の動きに対してこの癖のない、グリップ力を発揮してくれているところと、あのソールの後ろのところは、樹脂を、この巻き上げて外付けのヒールカウンターが搭載される設計になっているんで、ここも FGAG モデルの設計のポイントですね。あとはマニアックなところで言うと FGAG トップモデルの方がアッパーがね、なんかこうより柔らかいような気がしました。ちょっとこう柔らかいんですよね、FGAG ソールに関してはスタッドは細めなんで、天然芝もしくは人工芝での試合用スパイクとして使っていくのがいいと思います。で普段土とか人工芝でのプレーでは、HGAG ソールっていうのを使うのがおすすめです。この、HGAG ソールは前作と同じなんですけども、やっぱこの HGAG ソールは軽くてスタッドのグリップも問題なく効きますし、で、扱いやすい HGAG ソールに仕上がってるんで、個人的にもこの HGAG ソールは好きです。というわけでキングアルティメットレビューまとめますと、軽くてフィット感も良くて、蹴り心地とかボールたちにも大きな違和感はなくて、全体的にプーマのキングらしい履き心地の良さっていうところが体感できるということに加えて、ハードワークとか機動力を支えてくれる、補強性とか丈夫さっていうところも兼備した新しいキングに仕上がってるところがポイントです。ポジション問わずどんなプレースタイルの選手でもガシガシ履ける一足になっていると思いますっていう感じですかね、あとはKベタアッパーね、もう気になるけども、やっぱり俺はこう天然比較のスパイク履きたいとか、やっぱ俺はカンガレザーのスパイクがいいみたいな人も中にはいると思いますんで、そういった人は、プーマのスパイクの中だとキングミライを選ぶのもありだと思います。キングミライならまだカンガレザーを採用されてて、フィット感とか履きやすさっていうところももちろんいいですしね、というわけでここまでご視聴いただきありがとうございます。この動画がちょっと面白かったなとか、ちょっと参考になったなとか思いましたら、ぜひ高評価とかチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。スパイクマイスター小池でした。